暗記と言いますか、プレゼントを出すだけですけど。今までも武器とか出すことはできませんでしたから、多分今回も攻撃は難しいですよね。それはあまり期待しないでください。あ、でも病気とか怪我とか治癒できるのですよ。医療行為なのかな、そう言われればそんな感じもいたしますが。そういうことではなくて、ですね、申し訳ありません。捕まってしまいました。ダメです、高弘さん。この方はあなたを殺そうとしています。その拳銃を置いてはダメです。私は大丈夫です。そのまま、その銃を向けたままここから逃げてください。あなたがそれを望むなら仕方ありません。でもこれで人を殺めるのは最後にしてください。
先生。あの人が望んだものです。またプレゼントの形で落ちてきたようです。暗殺者なんかやらなければいけないから、この本があの方には必要だったのではないでしょうか。寂しそうな人でした。でもあの方ももしかしたら子供の時に絵本を読んでもらえなかったのかもしれません。だからこのようなものが出てきたのかもしれません。だって彼に必要なものだから出てきたのですから。高弘さん、動かないでください。じっとしていてくださいね。少し痛いかもしれません。我慢してください。弾は取れました。直してます。少しじっとしててください。治りました。
はい。大丈夫ですよ。昔は毎日のように使っていた能力ですから。私にはよくわかりませんが、あれは体の中で形を変えてしまう玉の一種ですよね。あれを体内から抜き出すには私の方法が一番なのですよ。気になさらないでください。高弘さんがご無事であればいいのですから。霧島さんに状況報告してきます。大丈夫なのですか？高弘さんの電話を横から聞くのは良くないかと思って耳を塞いでました。わかりました。侵入者でちゅ。死体はバラバラになってしまって、すべては回収できなさそうでちゅが。はい、護衛メイドに囲まれて、後がないことを悟ったらちく、持っていた爆弾で。そんな良質なスパイなんて侵入されても困りまちゅよ。それは分かってます。ただこの人にこれを渡しておきたくて。私はこの方のことは存じ上げませんが、それでもこの本を望んでいたのは確かですので。この人がもし高弘さんの命を奪ったとしても救われはしなかったでしょう。それは分かりません。でもこの方がこの絵本を心のどこかで求めていたのは確かですよ。私は人が真に望んだものしか出せないのですもの。Thank you.
わかりましたでちゅ。いいえ、大丈夫ですよ。これは自分であの方に手渡しますから。私が彼のために出したものです。最後まで責任を持って彼に渡しておきたいのです。でも冬葉ちゃんが思っている以上にひどい状態でちゅよ。はい、大丈夫です。ありがとうございます。高弘さん、こんばんは。お仕事終わりましたか？大変ですね。あ、すみません。ビニは仕事が遅いのでまだ終わっていないのです。どうもグズなんで。いつもこんな時間になってしまうのです。せめて時間でカバーできないものかと。いいえ、そんなことありませんよ。頑張れば結構手作業でも終わるものなのですよ。だってこれがリニアのお仕事ですから、一生懸命にやらせてもらわなければいけませんよね。それでは、高弘さんおやすみなさい。もうすぐリニアもお仕事終わりますので。はい。どうなされましたか？え、そうですか？